さて、時刻は夜10時を回りました。小島隆弘が代々木スタジオビビットから生放送でお送りしております。スラッシュバンマンで、ここからフリークアウトということで、他では聞けないアーティストと素直に迫っていくということで、今夜お越しいただいたのは、 この方ですせーのジュ i c e j u i ですサブリーダーの金沢智子です高木紗友希ですよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますお願いしますもう相当盛り上がってますねありがとうございます池袋のイベントお疲れ様あありがとうございますそんなに疲れてねえよな疲れてないです疲れてないですねまだ若いもんねはい私金澤は20歳に金沢さん20歳えー高木さんは高木さんは18歳です18歳はい もうこのおしこうな何,何年ぐらいこのメンバーでお仕事してるんですか。まだえっ、ー、と結成から2年経って、ね、3年目に突入しているところです。はい、あどうですか。はい、お仕事は楽しいですか。すかいやー楽しい。大変なこともあるんですけどもちろんだけどすごい楽しいです好きなことなので。うん、あ,あ高木さん大変なことは何ですか。ええー。<laughs> う,ーんうんとメンバーと喧嘩した時は大変なんですね。なんで。<laughs> どの人が嫌いなんですか?。嫌い。いやいや、みんなが。家族の喧嘩みたいな感じ。あ、なるほど。でも、まあ、それは長い時間一緒にいりゃ、ちょっと喧嘩もあったりみたいな感じですね。たまには。金沢さん、どうですか今のメンバーと、こう、いろいろ仕事して。そうですね。サブリーダー。サブリーダーです。サブリーダーの役目は何やんですか?。サブリーダーの役目はリーダーのサポートって感じで、特別なんか前に出て何かとかっていうのないんですけど。まあ、陰から、ちょっと支える、縁の下の力持ちみたいな。みたいな。存在で。 自分的にはそのあのそういう役は結構得意な方ですか。えーどうなんですかね。結構でも MC とかトークとかで前にね出たがっちゃう時があるので、ああそれはちょっとみんなもやっぱり出してあげなきゃなっていう,うっていうのはあるんだ。はいああ思ってます。でも大変その二十歳でみんなのことをケアしなきゃなんないなんで二十歳ぐらいの女の子なんかわがままでいいのにな。<laughs> いやいやいや,いやしっかりと頑張っていきたいなと。しっかりと頑張ってきたそうですか。どうですか、はい、あの高木さんから見てサブリーダーの仕事は。ああ結構あの、うん、なかなかいい。 良い仕事ぶりなかなかいい仕事ぶりそうですねだけどすごいしっかりしてるように見えるんですけどすごいおちゃらけてるんですよいや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 影ではそういうとこも今日は出していこうとじゃあ私が引っ張り出しますからよろしくお願いします7月15日にファーストアルバムですねはいタイトルはなんというタイトルでしょうかはい、ファーストスクイーズということでこれをリリースということでございますはいけえ 何曲入りなんでしょう。かなり入ってます。かなりですね。森田さんです。これは今までの曲が全部ギュッと入ってる感じなんです。もう全部入ってるのはもちろんですし、あの新曲ももちろんあって、そして先輩方のカバー曲とかもやらせていただいてます。これ何枚入り？三枚通常版には、通常版には入ってる。はい。ということでじゃあここにいる皆さんなんかはね、これから一人五枚ぐらいは買ってくれる感じなのね。多分ね。はい。あとあとあれですね。 事務所の皆さんとレコード会社の皆さんが頑張るわけですね、これからプロモーションも含めて、いろんなとこ回もあるんですか、これで。回っていきたいなと思っております。それで、なんかライブ中ということなんですけどいあのジュースジュースはですね今、220公演、来年の秋までに公演を行って、そして日本武道館で単独公演を行うことを目標に今、頑張っている最中なんですよ。すげ で将来的には武道館ではい、うん、そこを目標として <laughs>、はい、それは220公演ぐらいちょっとやって皆さんに見てもらって、うん、武道館にぜひ来てくださいっていうことですよね。はい、レベルも上げていいかないとということで、うん、220公演やるって最初聞いた時はどうだったんですか あでもみんなで話し合って220公演を行おうっていうことを決めたので、うん、スタッフさんも含めてメンバーでも一緒に話をして意見を出し合った結果なので、うん、これから頑張っていかなきゃなと、はい、もう始まっているところなんですかははいいもううスススタタ、はい、ターーートトトししますつからでしょう スタートは六月二十一日から高木さんしっかりしてますね十八歳なのに結構このパートを言うことが多かっのパート多いはい告知でそれでそこから始まって今何公演ぐらい終わったところですかまだ四公演ですねこれ池袋っていうのは池袋今日さっきまでイベントやってイベントやってその流れてきてくれたんだはいありがとうございます本当にねうん 何池袋のイベント入 <laughs> ったっていうことですね。<laughs> はいありがとうあほんでえー、え金沢さんはい7月2日で二十歳になったということなんですけどこれ何今度220公演のライブでなんかお知らせもちょっとあるんですかおお知らせお知ららせせっていうかこれ ああのー、先日1年ぶりに埼玉県私の地元でライブをやらせていただいてその時に、えー、と誕生日のお祝いもしていただいてそれはファンの皆さんとはいます、えー、優しいねえ <laughs> どうですか地元でやるライブっていうのはいやーすごく、うん、なんかいつもとまたちょっと違った雰囲気ですし、はい、あのなんかその時はメンバーもなんかこうなんて言うんだろう私にサプライズをやっぱりみんなで計画してくれててはい、はい、なんか急にスイカ私の大好物のスイカが出てきたりとか優しいね <laughs>、はい、歌を歌ってくれたりとか嬉しかったですね嬉しいですね、はい、まあそういうですね今日はメンバー2人にお話を行って伺うわけですがジュースジュースへのメッセージもお待ちしております。よフ,ジファックスは、0. 三三七三九七レレでお待ちしております。それでは一曲聴かせてください。はい、Juice Juice ファーストアルバムファーストスクイーズの中から新曲聴いてください。Juice Juice でガールズビーアンビシャス。 さて、えー、小島貴大がお送りしております「スラッシュバー、えー、フリークアウト、えー」アルバムの中から聴、えー、かせてもらいましたけど今写真もちょっと見ながら話もさせてもらえはい。なんか高木さんが最近始めたことがあるってはい。私最近6月に入ってからえっ、ー、と、ランニングを始めて。お 家の道端、家の周りの道端とか走ってたりするんですけど道端をはい。えっと、なんで始めようと思ったんですかなんかダイエットもあっていや、なんで痩せようと思うんですかいやいやいやもっと太かったんですよね皆さんね。いやいやって言って優しいから言いますけどいやもっと太ってたっていうのもあって自分の中ではちょっともっと痩せたいなっていうのもあったんですかあとはあの 歌はもっとこう二百二十コイン始まるっていうのもあるので体<ー>力つけてちゃんと歌えるようにしなきゃなっていうのもあるのであ。どんぐらい走ってるんですか。えっと七点八とかキロとか。おおぶん走りますね。<ー>はい<ー>走っゆっくりですか。どうなんだろう。あのねランニングでいいやり方があって一、はい、分走って一分歩くんですよ。うん、へえ。そういあのそうやって休みを入れるとあのこうちょっとねあの内臓がね。 あの燃えるのが早いっていうのを聞いたこと、えー、た私も結構そういうやり方で最初やって、はい、1>, 1分走って1分歩いて1分経ったらまた走って。 みたいなのを三十分やるだけでもだいぶ違うんですよ。でそういうのができると長くこうは走るようになるともっともっとこう安定したりっていうの聞いたことありますよ。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。また靴の靴選びが大事なんですよね。あ、そうなんですね。<ー>そうなんです靴。靴でねあのちゃんといいいいというか足に負担がかからないようなあのに入地た方がいいんですよね。マラソン用のマラソン用のああ<ー>、えー、教えてもらいたいですね。ぜひ頑張ってくださいね。頑張れ。はい、ええカナさんは最近なんか走 始めたこととかなんかこう夢中になってるようことはないんですか始めたことですかなんか夢中になってるのは何ですか夢中になってることは、でも最近はいろんなアーティストさんのミュージックビデオとかを見たりとかっていうのにハマってますねあとなんかラーメンがとっても好きだっていうのもラーメン好きですよラーメン大好きこれだ佐藤ラーメンさんがくれた佐藤ラーメンさんありがとうございますジュースジュースの皆さん初アルバムの発売おめでとうございますありがとうございます早く聞きたいですね。ねラーメン大好き少女 ということで、ラーメンの話をしてくださいっていう沖縄県の方ですけど。ラーメンはどういうのが好きなんですか。ラーメンは私豚骨が大好きで。ああ、いいですよね。豚骨を食べるんですけど、でも結構最近はもう何でも食べるようになってきて。塩ラーメンも味噌ラーメンも醤油ラーメンも何でも大好きです。ブーム的にはこう、じゃあ豚骨、じゃあ全種類あったら。今だったら何食べるんですか。でも豚骨から。豚骨ですかね。美味しいですよね。はい。 ラーメンはあのなんかハマったきっかけはあるんですかあのーもともと家の近所にラーメン屋さんができたことがきっかけで<ー>今までは全然なかったんですけどでもさ女の子、はい、例えばね、はい、お仕事でメンバーがいたりとかスタッフがいたりとかだと入りやすいと思いますけど一、はいはい、人とかだとやっぱり入りづらいとかあります、ね、私一人が好きなんですよそうなんですよ、はい、もうそのお店の人と仲良くなっちゃうくらい買 <laughs>、はい集めたりとかするんです、はい、そうなんですよ いや気持ち焼いちゃうないや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 そんなことないラーメン屋さんの形になってもらったら一人で何でも食べていてます一人で行ってラーメン食べたりするのも好きなん食べますねまあなんかちょっとねこれなんか4月リリースのシングルでワンダフルワールドサバサバってんですかはい。これがオリコン一位はいありがとうございますで満を持してのファーストアルバムのレコーディングと いんんんんななななことになったということととににったいいいううでですけど、はい、これどんな思いでレコーディングに臨んだんでしょうかいやーもう本当に今回は曲数もすごく多かったですし、はあ、もう苦労もたくさんあったんですけど、はあ、でもやっぱりこう皆さんにより良いものをお届けしたいなっていうのもありましたしファーストアルバムっていうのはやっぱり歴史に残るものというかうん、うん、一生大切になるものだと思ったので、うん、もうどの曲もみんなで話し合いとかもしながら 頑張って、思いを込めて、たしていただきました。二十歳だな、<laughs> 俺の二十歳の時と全然違う。いやいや,いやいやいや、<laughs> し,しっかりしてます。ねえ、オリオン二十一はくれてますけど。ありがとうございます。二人のレコーディング中の、なんかエピソードみたいな。お、なんか逆に、こうレコーディングで、この曲が大変だったとか。<ー>この曲は歌ってて、楽しかったとか。ああ。ありますか。 高木さんははい、私は生まれたての「ベイビーラブってという曲が「t h e b r a n d n e w j というディスクに入ってるんですけどその曲が今までの曲の中で一番感情を声に表せて歌えたなっていうふうに思ってて仕上がりを聞いてもそうなんですけど歌ってる時もわざと口角を上げて歌うだけでもすごい声色が変わったりとか明るくなったりとかするんですよ。だからそううい ことも試しながらというか、うん、なんか 遊んでるわけじゃないけどこういい意味でこう遊びながらでしたかな楽しい気分で、はい、ああそれはあれですねディスク2の1,2,3,4曲目に、4曲目、はい、えぜひ聞いてくださいね。原田さんはどうでしょう私は愛のダイビングという楽曲なんですけど、愛のダイビング、はい、この曲があのもと最初にいただいてた資料から本番取るってなった時に、はい、急にキーが変わったんですよ実は、おお、元々も、困っちゃいますね。はい、ちょっと高くなって、でこれはまずいぞと思って、私キーが変わると全く 歌が分からなくなくっっててしまピッチとかどこなんだろうっていうのが分かんなくなっちゃってもう全く別物として覚える感じになってしまったのですごく大変でその時のディレクターさんとかにもすごい迷惑をかけてしまって<ー>、はい、レコーディング歌取りでもうずっとピアノで弾いてくれてこの音だよって教えてくれてでそれでやっとできたんですけど、はい、まあ出来上がりを聞いたらすごくかっこよく仕上がってたのでよかったなと思って <laughs> これはメンバーとこのアルバムをこう作るにあたって何か話し合ったことでこういうの ちょっっと頑張ってみようとか、うん、なんかメンバー間で話したことでなんかか印象に残ってることはあります何だろうねでも、うんあのー、今までよりもやっぱり話し合いをする機会とかもすごい増えて、はい、このアルバムっていうのもまた大きなきっかけになったんじゃないかなって思うんですけど、はい、新曲とかはもう昨日もそうですけど、うん、メンバー5人で集まって、うん、この曲に 関してこう解釈をみんなで話し合おうってなってああ死の世界観みたいなことで曲の登場人物は何歳ぐらいだろうねとかそういうところから始まってて表情はきっと笑顔じゃないよねとかそういうところまで細かく決めていってるので全部の曲を詰めていきたいなとあーなにわさんしっかりしますねさすが二十歳っていうかそうですねお姉さんタイプねお姉さんタイプ甘えてみたくなっちゃうんすねあーそうですかこれねゲストであの今の来てますペッパー警部がはい 今日番組を思い切って飛び込んでみたっていうことなんですけど、はい、金沢さんはなんか普通の高校生が、はい、ひょんな理由でカラオケ大会に出場したんですかで,であれよあれよという間に芸能デビュー。 芸能界でデビューとへえんかこの業界に飛び込むにはそれなりのライフプランがあったのでしょうかって言うんですけどんかこうビジョンみたいなのあったんですか全くなくて本当に高校2年生まで普通に生きてきて公務員になりたかったんですよもともとああ俺今でも公務員になりたい目指せ公務員なりたくて目指してたんですけど先輩のキュートさんっていうグループが大好きでサイン入りポスターが欲しくてカラオケ大会に応募したら準優勝 狙ってたのに優勝してしまって <laughs> ちょ, <laughs> ちょ,ちょっと待 <laughs> なんで準優勝を狙うってうのも大変ですよね <laughs>、はい、サイン入りポスター欲しいからあいつよりちょっと下手に歌わないとなみたいなそしたらこうなりました逆にどうでしたか優勝してみてこういう風になった自分をこうちょっと振り返ってみるとでもラッキーだったなって思います多分ジュースジュースっていうグループ組みますオーディションやりますって言われてても多分そこには応募してなかったと思うので <laughs> こういうひょんなきっかけがあって、良かったなって思いますね。<laughs> 高木さんはいかがですか、こうちょっと振り返ってみて。いやー、私は、えっと、小学生の時に、六、うん、年生の時かなに。はい、えっと、ハロープロ研修生っていう、はい、ハロープロジェクトの研修生のオーディション。受けて、そこでずっと活動してきて。 こう 4, 4年ぐらいかなぐらい活動してデビューだったので、うんうん、それぐらいの年からもう高校でやりたかったってことなんだね。そうですね。歌は歌いたくてずっと。あ,あ、そうなんだ。んはあはあはあ、それでもややっとデビューできて、えー、そこからもまたいろんなことがあるんですけど。は、えー、<laughs> あ、なるほど。じゃあまあ一曲挟んでその後の話もちょこっと伺いましょうか。はい。それじゃあ一曲聞かせてください,、はい。はい。それでは聞いてください。ファーストス私たちのファーストアルバムファーストスクイーズの中からジュースジュースで愛愛がさ。 大丈夫ですかはい、大丈夫です進めて大丈夫ですか大丈夫です、お願いします夜明けのスタジオビートからお送りしておりますスラッシュアンドバー、フリーカウント今夜は7月15日、ファーストアルバムこれファーストスクイーズっていいんですか読み方はこのアルバムをリリースいたしますジュースジュースでお二人金沢さんとそれから高木さんにスタジオにお越しいただいています引き続きよろしくお願いしますお願いします大丈夫ですよね、進めて大丈夫です、お願いします証言めちゃしてます <laughs> えー、いろいろアンケートにもお答えいただきまして、はいえー、まず金澤さんからいきましょうかね仕事以外で皆さんにおすすめしたいものは何でしょうかと、はい、ラーメンの話で <laughs> 何でしょう あの塩ラーメンはい塩ラーメン最近食べるようになったんですけど梅干しを塩ラーメンに入れるのが最近好きでハマってるんですよもうお家で作る時もそうですしお店とかでも梅干しを料理あるんですか料理はほとんどしないんですけどもうインスタントラーメンぐらいでたばきさんが思い切きり首をするわけがないたまにはしますよ将来的には料理うまくなりたいとかあります全然ないんですよねそれがないのはいなんで なんでですかね興味があんまりなくて料理にはい<ー>これから頑張っていけたらなと<ー>、はい、でもきっと変わる時期があるんだろうなそうですよね、えー、<laughs> はいでそれを塩ラーメンに梅干しを入れたら、はい、たまたまこれは入れたんですか たまたまですね本当でしちゃったけど本当に落ちてなくて入れてみようかなみたいなんだったそうですね何でもなんかとりあえず合わせてみたりとかするのが好きなのでもういろいろやってますそしたら塩ラーメンに梅干しこれはおすすめだからぜひやってみてくださいとはい皆さんもぜひ高木さんはあの仕事以外で皆さんにおすすめしたいものないでしょう 私はああののなりりきライブっってていうがんですかそれオフの日とかは私それもこそダイエットもあるんですけどサウナスーツ着て暖房を30度にして家にただ全身鏡あるんで立てかけてあの好きなアーティストさんのライブを結構大きめの音で流してもう「なあ芝生スタンド!」とか行ったりとかもう本当に思いっきり。 そのままやってそのビデオ出してほしいな面白いそれ面白そうだな盛り上がれます盛り上がります、もうめっちゃ走ったりとかしてるんでああ、じゃあ汗もかくし南ブロックから北ブロックまで走ったりとかしてるんでああ、ライブでやるんすねあれやったりやったりとかしてますへぇ、面白そうですね楽しいですそこは高木さんがこんなことをする人は理解できないっていうのはどうしたでしょう あっけ私 <laughs>、はい、あ、えっ、ー、とーあそう家族みんなでせっかくたまに集まれた日とかにもあの、ご飯だけ食べてすぐにい、うん、部屋に引きこもっちゃう妹なんですけど<ー><ー>みんなといないで、はい、せっかく会えたのにだからご飯だけ食べたら。 またすぐいなくなっちゃうんですよ。でもだいたい高校生ぐらいの時って俺もそうですけど、あの飯腹減ったお金にちょうだいのこの三つでなんか一日終わっちゃった感じありますけど。ええ、寂しいですよ。やっぱ家族でいる時は。はい。そうその妹がまたなんかちょっと恥ずかしい。そうなんです。よ妹が四歳ぐらいかなの時に、えっとすごいその頃の時期に館長にハマってて、それであのディズニーランドに家族で行って、もう誰にでも。 お母さんとかにも「すすぐ勘調してたんんですよでよお母さんもやめなさい」とか言って言っててそ、ねうん、したらある時に妹が家族のそのなんだろう塊からちょこちょこって走っていなくなったと思ったらななっ、うん、前にいたカップルのえあの女性の人をお母さんだと間違えて「ブズって感情さしたんですよ。たそしたら その女の人が「えっえっ?」て言って「ちっちゃい子に勘んされちゃった」って言ったらもう知らないふりして逃げてきて後ろに隠れてるんですけどもうこっちが一応じゃあお母さんじゃなかったっていうのは分かったわけで4歳だからこれ誰みたいな顔してるんですけどもうそんなところじゃなくてすごい恥ずかしかったですすいませんってみんなし謝ってもう4歳の時ですかもうだいぶ終わりましたよねい、いだぶ昔です。もう卒業した えー、金沢さんのご家族の恥ずかしい話があったら。はい はい、あの、スマホは最近父が購入したんですけれども。あの、やっぱりカメラの画質とかもすごく綺麗で、喜んで。あの、自撮りにはまってしまったようで。お父さん。そうなんですよ。お父さん、自分で自分撮るの。しかも、かなりの決め顔で自撮りをして、それを家族とかにだけ送ってくるなら。これ、あの、なん、なん、客観的に見るとお父さん、結構いいおとこなんですか。いや、全然そんな。ことない普通のお父さん。いがおとになんか、もう親戚とか友達とか知り合い、みんなに送って。ええ。 <laughs> 本当に恥ずかしくってなんか親戚とかでたまに集まったりするとともこちゃんのお父さん最近自撮り写真ばっかり送ってくるわよって言われて <laughs> 本当ですかすいませんみたいなめんどくさいお父さんですね <laughs> 本当に恥ずかしくって送ってきたらすぐ消去ですねそれねそうですね,ねもう既読無視ですはい <laughs> やらやららおいわそれからこんなことをする人は理解できないってどういう人でしょうはい、はい、あのご飯食べに行こうっていうふうに誘ってくれたのに、はいうん、全然食べに行ったら実際食べない友達<ー>っていうのがすごい嫌です、ね 女の子よくあるよね。よなんかもうお腹いっぱいみたいな感じで、ね。そうなんですよ。なんかドリンクバーだけでいいやとかって言うと、うん、何のために誘われたんだろうみたいな。しかもこっちは一人でラーメン食べに行って、そ,その店員さんと仲良くまでなるんでね, <laughs> ね,ね。一緒にせっかく時間作って行ってんのにご飯食べないで。ね、あれなんで女の子があのご飯食べに行ったりなんかすると、あれ本当もうなんかちょっとお腹いっぱいとかいうのい。お腹いっぱいなんじゃないですか。本当に何も食べ 鰻さん結構食べんじゃないですか？いや私は食べますよ。だけどダイエットの時はあのそういう時あるよね。ああえーまああるかな？そでもそれはほらさ理由が分かればいいですよね。はいはい、今ちょっとダイエット中だからかっかるならいいですけどでも誘われてですよ。 誘ってきて食べないってなんの。だからお話がしたかったんだよと思って。お話したの、お話ししようとか、カフェ行こうとかでいいのに。お話ししようって言ったら、断るでしょう。あ、そっか、私が断るからだ。うん。それはなんかそういう。なんで、そういう人なの?。そういう人です。もう、なんか。なんですかね。もう。なんだろう。結構。あの。ズバッと言ったりとか。あ、言うタイプ。そうです。言うし。あの。こうでって。 暴力とかも暴力じゃないですよスキンシップちょっとそれスキンシップですねスキンですねスキンシップでグーってまた難しいですけど手加減しながらね意外とガツンと言うんだはい、言っちゃいますねその可愛い顔して我慢ができなく我慢ができないのつい言っちゃってあ、今傷つけたなとかありますねあだからお、やっぱお父さんの子だね自撮りするお父さんの子のような気がしてきまし気をつけようで、超能力が使えるとしたらまず高木さんははい。 どんな力でで、まあ、具体的に何をしたいですか私は瞬間移動がしたくて<ー>あの別にライブのパフォーマンスでこう一気に移りたいとか場所移りたいとかいうのも言うのも面白いかなとか考えたんですけどだけどなんかもう単純にプライベートで,ートであのギリギリまでソファーでゴロゴロしてて、うん、それでも髪の毛だけやっといてもゴロゴロしてて、うん、その時間だったら行くとか。 そういうことができるからいいなって。移動時間短縮できるしね。そうですね。お金も短縮できる。ただなんか今思ったのがちょっと気になったんですけど、痩せようと思ってるのに家でゴロゴロしようと思ってる。あら、違いますよ。あのやったって。ギリあらそうか。ギリギまでいってみたいそういうことか。ごめんなさいね。家でで。えそれから金沢さんは。はい私は透明人間になってみたいなっていうのがあって。じゃどうすんですかなんて。やっぱりみんなにいたずらしたいですね。いたずら高木さん。 小崎ちゃんの内太ももをくすぐりたいなっていうのがあって、うん、ああなあの弱いんですよね、<い>ほそっあの内太ももだけ弱くてもなんか、うわーってなるんですよくすぐったい感じがくすぐったいのがくすぐったいのかわか,かんないんだけど、触う<ー>な,ん,かなんです絶対に嫌なんですちょっと、そこだけ内ももに関してはちょっと弱い感じなんだあと耳とかも触らしてくれないえ気持ち悪いもう耳っていう <laughs> だけで <laughs> 気持ち悪い <laughs> でもあの金沢さんなら仲良しだからいいんじゃないですかメンバーだし。もう全く触らせてくれないです。 こうやってやる。そうなの。絶対やだ。絶対やだ。気持ち悪い。気持ち悪い。そこまでなんで。いや余計やってみたいですね。やってみたいですね。あ、エスだよ。いやいやいや。エスですよ。そんなことないです。え、ライブがかなりあるようなんですけど。そうなんですよ。私たちは現在 Juice Juice Live Mission W2O コードワンビギントゥランという単独ライブツアーの真っ最中です。はい。全国220公演。 各地回らせていただきますのでお時間のある方はぜひぜひ遊びにいらしてくださいはいはいそして何か詳しいところで近いところでとかなんかのあったら教えてもらえますかそうですね住所見るといろんなところの方がね本当に全国各地行かせていただくんですけど一番近いところだと名古屋7月十三日に公演がありますはいお時間のある方はぜひぜひ遊びにいらしてくださいはいそして毎年恒例ハロープロジェクトの夏のコンサートが七月十一日からこちらも名古屋でスタートしますはい 遊びにいらしてください、はい、そしてそしてですね私たちのファーストアルバム、うん、ファーストスクイーズの発売記念視聴トーク握手会が7月7日明日ですね、うん、19時からリーダーの宮崎由加ちゃんとサブリーダーの私金沢二人で大阪にて行います、はい、じゃあ明日大阪行くんですね大阪に行ってきます行ってらっしゃいそして7月8日は19時から高木紗友希ちゃんとリーダーの宮崎由加ちゃんの二人で吉祥寺にてイベントを行いますなるほど <laughs> <今>7月9日からはちょっと待ってください <laughs>

じゃああの皆さんこういろんなところ来てもらいたいですねはいそうなんですよその他ははいそして7月9日にも19時から宮崎ゆかちゃんと宮本かりんちゃんの二人で横浜にてイベントがありますので、はい、もうどれにもぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思いますこれは詳しくはなんかちょっと聞き逃しちゃったけどちょっと興味あるという人はホームページかなんかでチェックすればいいですはい、はい、ハロープロジェクトのオフィシャルホームページをチェックしてみてくださいよろしくお願いします、はい、まあこれはいろんなメンバーがこうやっていろんなところ行くのは楽しそうですねはい、えー、いろんな場所でなんかこう どういうふうなことをやるみたいなことってある程度決まってるんですか。そうですね、アルバムの新曲を一足早く発売前に聞けちゃうっていうのももちろんなんですけど。うんはい、トークがあったりとか、はい、握手会もあったりしますので。なんかこの二人のペアも面白そうなんですけども、はい、他の方もちょっと聞いてみたいですね。うん、おあのリーダーと。はい、あのじゃあ、実は高木さんはどういう人なのかとか、はい、なんかこう、実はね。<う>あの金沢さん、すごいしっかりしてるように見えるけど。 リーダーから見るとどうなのかサポートとかちゃんとしてんのか,とかね。怖い怖いそんな話を聞いてみたいなという感じがしますはい、はい、詳しくはホームページを見ていただきたいと思いますはい,はい。さあそれではあのせっかくあの皆さんにですね新しいアルバムが出来上がったので聞いていただきたいと思いますがなんか言葉、えー、を聞いてほしいとかなんかそういうの一言ずつ最後にいただけたらと思います、はい、メッセージお願いしますはいこのアルバムはですね、はい、あの今までのジュースジュースのが歴史が全部 分かってしまうような、これ一枚というか、三枚になってると思うので、そこは聞いてほしいなと思うのと。こうジュースジュースの幅の広さというのかな。あの曲のいろんなジャンル歌ってるので、そこは注目してほしいなと思います。はい、以上高木さんでした。はい、高木でした。はい、はい、続いて金沢さんお願いします。はい、そうですね。本当に今回のこのファーストアルバムは、ファーストアルバムにして、すごく豪華で。 そしてジュースジュースの全てがもう知れちゃうものになってますので今までジュースジュースを応援してくださった皆さんにはジュースジュースの歴史を感じながら聴いていただきたいですしこれからジュースジュースを知っていただく方とか初めて聴くよっていう方にはもう声の成長とかももちろんですけどあの今新しい曲と多分最初の頃の曲だと全然私たちの表現の仕方とかも違ってくると思うのであジュースジュースってこんなグループなんだなっていうのをぜひ知っていただけたら嬉しいなと思うので皆さん3形態ありますが。 <laughs> 全部ぜひチェックしししてくくださいいよろしくお願まますあ <laughs>、はい、あのーまあ、七夕ですけれどもね明日、はい、短冊にお願い事を書くとしたらっていうようなことをオレンジ京子の恋はカリフォルニアがくれてますけども<わ>最後にもらいましょうかね、うんはい、じゃあ金沢さん、はい、今高木さんは考えてます。<laughs> <laughs> そうですね私はあのやっぱり220公演これから全国各地たくさん長いライブツアーを回らせていただくのでジュスジュス5人全員が健康に頑張っていけたらいいなと思います、はい、頑張ります <laughs> 高木さんははい私はいつか大阪マラソンに出れますように <laughs> フルマラソン <laughs> フルマラソンやりたいの、はい、ねこれじゃなくていいですか <laughs> ああ痩せますように言わ <laughs> <laughs> されたかな強引に言わされしま,ます <laughs> どうもありがとうございました今夜のゲストはジュースジュースでした,したそれでは最後に曲お願いいたしますはい私たちのファーストアルバムファーストスクイーズの中からジュースジュースで続いていくストーリー